久保さん、今回ヒルズ鹿児島にしましょうか。ヒルズ鹿児島。実はですね、久保さん、今日、弟子が遊びに来ます。今日。ちょっと楽しみですね。ちょっといろいろとね、ちょっと対談は取りたいんですけど。いやー、もうだって、弟子やってた時2013年なんで、8年か。8年ですよ。 まあ久保さんとのね、えー、歴史も8年ぐらいになると思いますけど、<laughs> 遊びに行きますよ。そう。楽しみですね。今日10時ぐらいに来るらしいんですけど。で、まあ、ちょっとね、あの、弟子、その子の、すごく僕、印象深くてね、あの、弟子の面接ってすごいスパルタンだったんですよね。 やる気はありますってみんな来るんですよ。やる気があるなんていうのは、まあ誰でも言えるから、じゃあやる気を形にして今見せろというようなことを言ってたんですね。みんなやる気ありますって来るんで、じゃあやる気見せろと、形にしろと、今、今ここでみたいな。で、ある弟子は、腕立てしますみたいな。腕立て2000回ぐらいしましたね。もうずっと2時間ぐらいだったかな。ずっと見てましたね。腕立て伏せを、弟子の。 <laughs> うわみたいなでもな2日か3日なんか筋肉ぶっ壊れてもう腕上がんないみたいな子もいたんですけどそれも印象深かったですねただその今日来る弟子はね何をしたかっていうとまあ青森から来たんですよ青森から上京して弟子入りたいですって,ってね面接来たんですけどでまあ弟子に来るってことはまあ弟子のタコ部屋寮もあったんですね当時。 で、どうすんのみたいな。で、もう会社辞めるしかねえだろうっつって。じゃあ、会社辞めるっつうの、今日電話しろと。今ここで上司に言います。電話しろと。<laughs> で、さらに条件付きでね、すごい条件なんですけど、うん、なんかトヨタの営業マンやってたんですよね。で、なんか、あの、成績1位取ったことがなかったらしいんですよね。なんで、今ここで、今ここで、 弟子を辞める。ああ、じゃあ、ここで、あの、会社を辞めるっていう上司に電話して、なおかつ、えー、惜しまれて辞めろと。あだから、1位取れと。辞める前に1位の成績取って来いと。で、もし1位の成績取って来れなかったら、弟子にはあ受け入れないよと。それでも電話できるかと。ね、リスクあるよと。 電話してここで辞めるっつってね1位最後の1か月間で営業成績1位取れなかったらあの弟子取んないよとそれでも電話するんで電話ここでできるんだったらいいよっつってね辞めるって言っても営業成績1位取れなかったら弟子は取れないでも辞めるって言えるかとこの究極のね <laughs> 面接をしたんですけど <laughs> 分かりました電,電話しますみたいなね で、目の前でね、トゥルトゥルトゥルみたいな、携帯で電話して、<laughs> すいません、やめたい、やめます、みたいな。で、それ、1か月後ですよね、1か月後ぐらいに連絡があって、すいません、吉谷さん、頑張ったんですけど、2位でした、みたいな。1位との差が1台か2台です、と、みたいなこを言ってて、なんとかならないですか、みたいな。<laughs> まあそんなに頑張ったんだたええー、よっ、つってね。 青森から上京してきたんですよ。うん。まあ印象深かったですね。ひょろひょろのね、ひょろひょろの子なんですけど。もう全然あれですよ。体格もよくなく、まあ今頑張りますみたいなね。なんかちょっとガッツ、腕立て伏せの弟子の話もしたんで、ガッツある、ムキムキみたいな感じではないんですよ。ひょろひょろなんですよ。ひょろひょろ。ひょろひょろでも棒みたいな。 まあ僕もヒョロヒョロなんですけど。でね、あのその弟子はね、3, 3年前にも遊びに来たんですよね。で、その時にね、あの対談したんですけど、対談っていうか、まあ、あのライブ放送をしながらあーもあの、あだこだ話したんですけど、なんか、今、1億円家にありますみたいなね、現金で。<laughs> 現金で1億ですね。そう びっくりしまししたたねねロレックスつけてきました、ね、まあでもねあの全然毎度変わってなかったんでうんなんかね弟子の方が早くねでロレックスつけてきてであと他に何買ったのみたいな親にその新車でね300万か400万の車あのワゴンあのなんだっけなあのでかいやつ 久保さんが乗ってるやつだったかなトヨタのでかい車あるじゃないですか。名前なんだっけな。なんか買いました、みたいなね。新車で400だったかなな。300、400。買いました、みたいなね。すごいじゃんみたいな。親孝行しました、みたいなね。なんか言ってましたけど。いや、人生って何あるか分かんないですね。ほんとに。まあでもね、僕は思うんですけど、まあ、 わざわざねこう寄ってくれる遊びに来てくれるっていうのはうんまあ8年前ですよねまあ連絡来てまあ弟子が遊びに来るのはあのその子ともう一人もう一人はねナビアンっていう子なんですけどその子とは結構ねあのいろいろとあの当時あの僕が本を出版した頃かなあのちょっと いろいろセミナーやったりとかしてたんですけどうん懐かしいですねまあ久保さんの動画でもあった通りなんかその本業が忙しくてネットビジネスできませんみたいなねいや本業がそのいや僕ねそれ言われましたからねコンサル受けてる人に ちょっと本業が忙しくなったんで、ちょっと一旦中止しますみたいな。残念でしたよね。はい。あの、入るときは、すごく、なんか、コンサル始まる前はいろいろ、このや、やる気ありますみたいな、なんか、いろいろ言ってたんですけどね。うん。でも、なんか、その子の大きな人生をね、変える一つの、まあ、 絶対僕はポイントになってると自負してますし多分その子も人生が変わった大きなウィークポイントで多分一生多分今思い返すと、まあ、僕もすごく印象深いですしその子にとってもね、まあ、僕が弟子だったらね一生忘れないですよねだって目の前で電話してね「<laughs> やめます」言うてねで帰った後と必死でね1取りに行って会うわけですよ 多分その思い出って多分死ぬ前も死ぬまで忘れないんじゃないかなと思うんですよね本当に人生でと腹くくった日ですよねうんだ僕もあの鹿児島忘れないですもんねあのここ来た時にねあの本当に裸一貫でその、まあ、GTR でね あの鹿児島来ましたけど東京で売れるもん全部売っ払ってねで鹿児島まで車で引っ越してきたんですけどまあ、GTR に、ね、詰めるもの全部積んでできたんですよで何も最初なくまあ車 GTR に詰めるものだけしか荷物なかったんでもう部屋もねあの全然なくて物がそこからどんどん、まあ揃えていったりとかしてうん まあ腹くくった日っていうのは忘れないっすねうんそうまあ今日楽しみですほんにまあでもねそういうそのなんか人生に楽しみがあるっていうのはありがたいっすねうんだからまあ友達の数じゃなくてそういうなんかああ 一人でも二人でも。まあ、久保さんとの中も、なんだろうな。まあ、切っても切れない、毎日のやりとりですけど <laughs> うん。まあ、そういう人が人生において一人でも二人でもいると、人生っていいんじゃないかなと思いますね。うんまあ、これからも僕はその、 今、ドリームアカデミアっていうのをやってますんで、まあ、それを通して、まあ、一人でも多くね、そういう人ができればいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただね、弟子のあの面接はもうしないので、あんなやつはね、<laughs> うーん、まあ、僕の人生の中では非常に思い出深い。 1> 1ページ歴史の1ページかなと思いますしその歴史の1ページが今日もねまたその重なるっていうのはありがたいなと思いますねまあ久保さんもねなんかあの教え子がヒルズに住みました広島ヒルズにねタワーマン住みました来てくださいみたいなねまあありがたいですよねでも行くのめんどくさいみたいな僕来てくれるんでありがたいですね <laughs> わざわざ鹿児島まで来てくれるんでありがたいですね 行かなくていいっていう <laughs>、うん、実はね11月末もねまた一人来てくれるんですよ連絡があってまあ確定じゃないんですけど多分あの遊びに来てくれると思います